東京湾内の一海ホタルパーキングエリアは、千葉県木更津市中島千崎海ホタル上にあるパーキングエリア。愛称は海ホタル。パーキングエリアではあるが、店舗の設備、規模はサービスエリア並みかそれ以上である。東日本高速道路が管理する木更津人工島に位置する。展望デッキやモニュメント、幸せの鐘、海メガネアクアラインシアター。 ご当地グルメなど観光スポットとなっている。日本夜景遺産に指定されている。名前の由来は一般公募したところ、会場に浮かぶ光ということで、海ホタルとなり、同名の生物をキャラクターとして使うことになったものである。今日では、パーキングエリアの名称から展示、人工島自体を海ホタルと呼ぶ場合がある。外観木更津人工島の町町町名は、 千葉県木更津市中島千崎海ホタルである。木更津人工島は、川崎からの東京湾アクアトンネルと、木更津からの橋部分を連結する目的で作られた。アクアラインでは、川崎人工島と並んで2番目の人工島である。当パーキングエリアでは、北方向に U ターンして引き返すことができる。通行料金は、アクアラインの対岸に行く場合と同額である。なお、 本 PA から川崎方面のアクアトンネルは危険物、積載車両走行禁止であり、万が一木更津方面から本 PA まで来た場合は、本 PA で必ず U ターンする必要がある。これらの U ターン料金所は U ターンせず対岸に行く場合通過しないようになっている。海ホタル PA から 木更津川を望む展望デッキ砲を模したオブジェ地球儀のオブジェ吹き抜けカッターフェースの巨大モニュメント上下線とも同一施設を共用する。海上保安庁第三管口場海上保安区の海上レーダーが設置されている。ウェブサイトにて気象情報がリアルタイムに閲覧できる。木更津市消防本部東京湾アクアライン消防車庫が設置され。 アクアトンネル専用の消防車3台を有する。他、木更津市消防本部の基地局も設置されている。木更津人工島に関するカテゴリー。ありがとうございます。